エルカチャンネルのしょうです。今回もですね、またとある企業さんから提供してもらいました。今回は MSN さんよりこちらアイコスの互換機 M20 ですね。こちらを紹介したいと思います。結構ごついなんか感じですよね。全体的なのもそうだけど、こういうところなんかゴツゴツしてる。まあ開けてみましょう。わごっつ。なんかごついっすよ本当に実物。すごいですね。とは充電器とお掃除用のブラシかな。もうちょっとこれ詳しく見たいと思うんですけど、ごっつで、これもう実は Amazon で発売されてるんですよ。ちょっとお値段見てみたいと思います。はい、こちらですね、5300円ぐらい。ただですね、ここで2個問題があります。1つ目、俺がいつも吸っているタバコはグローです。なので周りの人ですね、アイコスを吸っている人たちからですね、吸わさせてもらいました。2つ目の問題です。アイコスのタバコを買ってくるのを忘れました。ということで、タバコを買ってきて続きはやりたいと思います。アイコス互換機 M20 の紹介です。ちゃんと今日アイコスを買いました。で、どれを選んでいいかは分からなかったので、アイコスを吸っている人に聞いてメンソールを買いました。朝買ったので、そのままちょっと会社の方に持っていきまして、休憩時間とかでちょっと吸ってみたんですよ。アイコスのあの匂い、あのポップコーンの匂いっていうのも、これこいつではそこまで感じられなかったので、まあ普通に今吸っているグローのこのメンソールとそこまで変わりなくすぐ吸えました。ということで、ちょっと吸ってみたいと思います。使い方はアイコス自体と変わりはしないので、まあここの普通に上から挿してもらって、で電源ボタンがこれですね。ここを3回パチパチパチとすりますと、今白く光ってます。これで、加熱に入ったんですけど、この白が低温かな、お、もうなりましたね。グローと違ってもう加熱早いんですよね。グローは40秒ぐらい待たないといけないので、結構やっぱりみんなと一緒にタバコを吸おうってなった時にちょっと遅れちゃうんですよね。これ結構早いですよね。
全然普通に吸えますね。でさっき言ったその低音、これをここを今また3回押します。そうしますとほら青色に変わったと思うんですけど、これで温度が高くなります。今度は高温になるそうです。どちらかといえば高温でした方がこう入ってくる、こうなんだろう、口の中に入ってくる感じが強くなりますので、こっちの方が僕は、こっちの方が俺は好きなんですけど。でそうですね、1回のタバコで、あっち16回吸うか、時間だと4分ぐらいで終わるそうです。いやーでもかっこいいですよね。なんか MSN さんありがとうございます。やったぜ、これでアイコスライフが遅れそうです。ということで今回の動画はここまでです。MSN さん、また何かあったらお願いします。俺にかかってこい。